3分待ちます。3分経ったんで開けました。まあ別に、なんてことはない。これはライブの差し入れでいただいたやつですね。いや、うまいな、すごい、もうね、すごい、というかね、すごい、なんかね、こういう存在でありたいですよね。うん、こう懐かしくなってさ、たまに食べてさ、でやっぱ美味しいなって、今食べても美味しいなって、そういう存在になりたいですよね。あーしょあーしょあーしょあいつまでもこういうものを食べて美味しいなって思える自分でありたいなと思いますよね。こんな動画で何の意味があるんだ、何をしたいんだって思うかもしれないんだけど、意味を求めすぎてもダメでしょ。何でもかんでもこうどんな必要があるのか、意味あんのかって考えがちだけどさ、そういうものにとらわれてちゃ僕はいけないと思うんですよ。意味に縛られない生き方、人間がなんで生まれたのかっていうのも深い意味はないと思うんですよ。こういう意味を捨てることで我々は一つ高い次元に上ることができると思うんですよね。ということで、カン&食チャンネルです。